こんちゃこんちゃ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はスタートレックディスカバリーシーズン4の視聴方法、まとめ動画よ。解説動画じゃないのは珍しいな。うん、視聴方法のまとめ動画が見たいというリクエストをもらったので、紹介しようと思うわ。リクエストありがとうなんだぜ。このチャンネルでは、スタートレックに関する解説動画を投稿しています。もしこの動画を気に入ってもらえたら、チャンネル登録、グッドボタンを押してもらえると、動画投稿の励みになるんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。今回なんで視聴方法をまとめた動画を出すことにしたかというと、日本で唯一、スタートレックディスカバリーをサブスク配信していたネットフリックスが、2021年11月に配信終了してしまったのよ。現在は、パラマウントプラスという配信サービスでしか、サブスク配信されてなくて、このパラマウントプラスは日本では視聴不可というのが現状なのよ。日本人は完全に締め出されて、視聴難民ってことなんだぜ。でも、日本からでも視聴できる方法があるとしたら、やっぱり見たいわよね。シーズン3まで見たんだから、続きが見たいんだぜ。そうだよね。日本からでも視聴できる方法をこれから紹介していくわね。これが視聴方法の目次よ。順を追って一つずつ紹介していくわね。よろしくなんだぜ。まずは、日本版のボックスを購入する場合ね。Amazon などでブルーレイボックス、DVD ボックスが予約できるわ。発売日は2022年12月7日。ブルーレイボックスの価格が10,518円。DVD ボックスの価格が10,780円よ。両方とも、日本限定ブックレットが特典としてつくそうよ。商品のリンクは概要欄に貼っておくわ。ブルーレイの方は、定価よりもだいぶ安く買えるんだな。ありがたいんだぜ。次に、動画を購入する方法ね。Amazon プライムビデオ、Google プレイ、YouTube で全話購入できるわ。iPhone や iPad で視聴しようと思った場合、Google プレイだと別アプリを入れたりしないとダメなので、参考になりそうな情報を載せてるリンクは概要欄に貼るけど、難しい場合は、Amazon プライムビデオが良いかと思うわ。Amazon プライムビデオ。Amazon プライムビデオは、高画質だと1話500円、標準画質だと1話400円で購入できるわ。吹き替え版のみを取り扱っているわ。画質にこだわらないなら、標準画質でいいと思うぜ。Google Play の場合、Google Play は、1話350円。吹き替え版のシーズン4をまとめて購入した場合は、3240円で、字幕版のシーズン4をまとめて購入すると3010円よ。字幕でまとめて購入するのがお得そうだな。YouTube。YouTube でも実は購入できるのよ。無料動画だけのイメージだったぜ。YouTube で購入する場合は、PC と Android しか対応してなくて、iPhone、iPad は利用不可なので注意よ。1話購入だと350円。シーズン4をまとめて購入すると、高画質が3760円、標準画質が3010円よ。こちらは、吹き替え版と英語音声版があるわ。英語音声版は、日本語字幕があるかどうか記載がないからわからなかったわ。念のため注意してね。わかったぜ。ここまでをまとめると、iPhone、iPad の方は、Amazon プライムビデオ。PC や Android の方は、YouTube の標準画質をまとめて購入か Google Play の字幕版を購入するのがお得そうだな。各動画の購入リンクは概要欄に貼っておくからチェックしてみてね。最後が、レンタル開始を待つパターンね。レンタルの解禁が、Blu-ray DVD ボックスの発売と同じ、2022年12月7日よ。おお、レンタルにも並んでくれるのか。安く済ませたい方はレンタルでもありだと思うんだぜ。今回の動画は以上です。今回はスタートレックディスカバリーシーズン4の視聴方法についてまとめたけど、わかってくれたかな？よくわかったんだぜ。他にも解説してほしいものや、感想などがあったらコメントもらえると助かるんだぜ。できれば、グッドボタンチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。長寿と繁栄を。